皆さんこんにちは。この動画では英語検定準2級の二次試験についてその概要とポイントをお伝えしたいと思います。これから受験を予定している方はぜひ参考にされてください。準2級の二次試験である面接試験はこのような問題の構成となっています。大きく分けると、1、与えられるカードに載っている文章の音読、2、文章についての質問、3、カードに載っているイラストについての質問、4、受験者自身の意見を問う質問の4つです。ここでは3のイラストについての質問を取り上げたいと思います。こちらのイラストを見てください。イラストについての質問の一つは、 Please look at the people in the picture. They are doing different things. Tell me as much as you can about what they are doing. というように、イラストに描かれている人物について何をしているかを問うものです。ポイントは現在進行形、いわゆるB 動詞プラス動詞の因語形を用いて答えることです。またイラストには5つの描写ポイントがありますので、5つすべて答えましょう。回答例です。A woman is planting flowers. 花を植えているところ。A woman is walking the dog. 犬を散歩させているところ。Two girls are waving their hands. 手を振っているところ。A man is running. 走っているところ。A girl is drawing a picture. 絵を描いているところ。というように5つ答えることができます。1つでも描写できていないと点数が引かれてしまいますので、すべてについて答えましょう。次にこちらのイラストを見てください。イラストについての質問のもう一つは、Please look at the man in the picture. Please describe the situation. というように、状況を描写する問題です。ポイントは、結果と理由をそれぞれ答えることです。こちらのイラストでは、飲み物を買うことができないという結果と、お金がないという理由の2点を答えることが必要になります。回答例です。 He can't buy a drink because he has no money などと答えることができます。結果と理由をどちらとも答えないと点数が引かれてしまいますので、書かれている内容を2点ともしっかり答えましょう。ポイントを抑えることで高得点を取ることができます。受験前に練習をして落ち着いて試験に臨みましょう。